ペンネームねあんこさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。自分はテレビからこの作品に初めて触れました、うん、とにかく可愛いというド直球なタイトルに少し面食らいながらも第1話を視聴すると想像の200倍くらいタイトル通りの作品で、司ちゃんがとにかく可愛い、マジで可愛い、やばいと語彙力が吹き飛んでしまいました。またオープニングテーマ曲恋の歌を初めて聞いた時は衝撃的でした、うん、和風テイストの EDM といった感じの不思議なメロディーに早くも中毒になってしまい、すでに何度もサブスクでリピートしまくっています。今後もアニメラジオともども楽しみにしています。ありがとうございま す。なんかこの間ツイッターでさ、はい、カラオケで歌った、あ、ね、見た、ね、あったんですよ。あったから歌おうと思って、うん、すごい結構早口な曲なんで、うん、カラオケで歌ったんですけど見事、うん、一髪もせず、お、本当にすげえ、すごくね、なんかすっきりしました。すっきりすっきりしました。やっぱ歌い切れると気持ちいいよね。あ、流してくださって、あ、ありがとう。だから音楽変わったのか。びっくりした、急に変わるから。びっくりした。レコーディングの時もらってやばいって思いました。いや、やばいと思いましたね。なんか仮歌がまずボカロだったんですよ。だから、はい、人間が歌ってるっていうのをまだ聞いてなくて、これ本当に歌えるのかなって思いながら練習して、もう本当に歌詞を覚えるぐらいのレベルで覚えないと、もう次の言葉がもう目に、そうそう、見てからじゃ遅いのか。そうなんですよ。すごい、すごい難しかった。早回ししてないって聞いた時すごいな。そのままちゃんと歌いました ね、 ね、息も続かないし。でもこの作品はなんかキャラソンとか出しても良さそうなね、うん、確かに。要とかもなんか確かに歌うまそうだし、確かに、ね、みんなキャラが全然違う方向行ってるから。そうだね、あやねえのキャラソンとかやばそうだね。どんな感じに、確かに結構想像できないよね。要はなんか元気な感じに、確かに確かに、そうだけど、あやさんってなんかつかみどころがないっていうかさ、なんか上坂さんの芝居も含めて、うん、ちょっと一番やばい人みたいな。声ついて余計やばくなりましたよね。なんだろう、なんか演劇的というかさ、なんとかじゃないですかみたいな言い方がすごく面白いから、うん、面白い、ね、でもナサくんが歌ってるのあんま想像できない気がする。ナサって歌えんのかな。めちゃくちゃ音痴だったり、あ、しそう。助かる、なんかコナン君みたいな、ね、助かる助かる、それなさくんの歌、確かに、うん、どんな歌を歌うのかも分かんないし、想像2人でカラオケ行く回とか、あ、面白そう。確かに2人で歌うの尊いね。何を選ぶんだろうみたいな、選曲から気になる。選曲からやっぱ選曲悩むよね。でも2人で行ったとしたら、司とか、司ってやっぱ古い、古いひばりとかになる。美空ひばり、何を歌う、知ってそうだけどね。うん、なんだろうね、確かに面白そうですね、そういうのがあったら、はい、ということで以上ですかね、メールは。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。トニラジでは皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や新婚さん、既婚者さんからの結婚にまつわること、そして私たちへのメッセージなどを送ってきてください。よろしくお願いします。